に副保安官ケイルン保安官、すぐ来てください。怪盗レオンが列車強盗しようとしてます。列車強盗だって？それは許せないぞ。この決着は後だ、テリー副保安官。なぜ列車から盗む？列車を丸ごと盗めばいいのに。簡単なことさ。レオは列車から何を盗もうとしてるんだ？その列車にはたくさんの、列車は金塊を積んでます。大丈夫、止めてみせるさ。いやー、よし、列車の後ろから乗り込むぞ。保安官、君は列車を止めるんだ。レオは僕に任せろ。おやおやおや、これは保安官、列車の切符はお持ちですかい？こんにちは。列車の止め方わかるわよね。橋が壊れた。早く列車から降りなきゃ。どうやって？ここに来たのと同じ方法で。金塊が俺のものにならないならこうしてやる。お、次の駅は牢屋。はあ、降りるの手伝いましょうか、保安官。すぐ出るからな、保安官、覚えてろ。ま、その時は僕とクレメンタイン副保安官がまた捕まえるよ。そしてテディ副保安官も。テディ副保安官、もう町は安全だよ。盗賊レクシーを逮捕したからね。ケールー保安官、すぐ来てください。いや、クレメンタイン、どうしたんだい？ケールー保安官、ならず者が銀行強盗しようとしてます。なんだって？すぐそこに行かなきゃ。
馬で行こう。急げギルバート、やーいーはは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 はかった。さて保安官が来る前にここを逃げ出さなきゃ。へへへ。ちょっと待った、カウボーイ。おやおやおや、お出ましか。そのお金は君のじゃないぞ。俺のだ。僕はここの保安官だ。そのお金を今すぐ返すんだ。もしお金を返さないならお前を牢屋に入れるぞ。おや、この町は我々には狭すぎるようだな。勝負。お見事です。これで町は安全です。ありがとう。お手柄は僕じゃなくテディ副保安官だよ。西部一強いクマだよ。このお返しはするからな、ケイル保安官。いーはー。保安官、あ、保安官。町を守った後ではさぞお腹が空いたでしょ。カウボーイのクッキーをどうぞ。わあ、ありがとうママ。これで次の冒険のためにエネルギーを貯めなきゃね。そう。そしてケイル保安官はいつでも町を守れるようにしているんだよ。このスパゲッティは美味しいね。ケイルー王、悪い知らせです。なんだい。あちらです。空に巨大な姿が見えます。多分鳥かな。ドラゴンみたいでした。ドラゴン、こちらの方にやってきます。ほら、あそこに。火を吹く緑の竜です。どうすれば倒せる。とても難しいでしょう。ドラゴンはいつも怒っていてお腹を空かせています。何を食べるの。テディベアとスパゲッティです。しまった、テディ教をチカロウに隠さなきゃ。そこなら安全だ。ほら、また来たぞ。攻撃しようとしてるぞ。急いで、みんな剣と盾を取るんだ。みんな、用意はいいかい。いいよ。行けー。
分のスパゲッティを食べろ。ちょっとどうしたの？ドラゴンを追い払おうとしてるんだよ。ケール、ギルバートをご覧なさい。かわいそうにすっかり怖がってるわ。ギルバートには遊びだってことがわからないのよ。でも彼はドラゴンだよ、ママ。テディと僕たちのスパゲッティを食べようとしてるんだ。いいこと思いついた。レクシーに頼んで代わりにドラゴンの役をやってもらったらどうかしら。それはいい考えだよ、ママ。ほら、レクシーの方がずっとドラゴンっぽいわ。決まった、このドラゴンの方が大きいわ。強すぎるよ。気をつけろ、テディ教。君を食べようとしてるぞ。テディ教、君のおかげだよ。やったぞ。テディ教とスパゲッティはもう安全だ。勇敢なナイトの皆さん、おやつをどうぞ。ありがとう、ママ。またドラゴンだ。これはギルバートさ、とっても優しい猫だよ。だよね、ギルバート。それにほら、彼はアイスクリームが好きよ。テディじゃなく今日はケイルーはママとパパとローズィーと一緒にふれあい動物園に行きました。大丈夫だよ、ローズィー。ただの羊だよ。羊はふわふわで優しいよ。ほらね。うわ、ヤギに舐められた。ありがとう。おい、あっち行けよ。あっち行け。もう僕のアイスクリームに止まるな。どうしたんだい、ケイル。ああ、アイスクリーム落としたんだね。大丈夫、新しいの買ってあげるよ。アイスクリームじゃないよ、鼻だよ。意地悪な蜂に刺されたよ。あらあら、まあ、ケール。ほら、これで少し良くなるわよ。なんで僕刺されたの、ママ。そうね、多分蜂もあなたが怖かったのよ、ケール。蜂を叩こうとしたよ。僕のアイスクリーム取ろうとしたんだ。ケール、蜂を叩いちゃダメだよ。蜂はとても特別な生き物なんだよ。おいで、蜂の後をついて行ってみよう。あれが蜂のお家？そうだよ、ケイル。あれは蜂の巣というんだよ。蜂一匹が住むには大きな家だね。実はあそこには何千匹もの蜂が住んでいるんだ。耳を澄ませば聞こえるぞ。
飛行機の音みたいだね。蜂は何をしてるの？花の蜜を集めて蜂蜜を作るんだよ。蜂は甘いものが大好きなんだ。アイスのような？その通り。あの蜂も意地悪するつもりはなくて、ただアイスクリームが食べたかったんだよ。蜂もくださいって言えばいいのに。さあさあ、気分転換にぴったりのものがあるぞ。見て、お馬さん。惜しいな、ケイル。あれはロバだよ。すいません、僕と妹ロバに乗ってもいい？もちろんいいわよ。うわあ、これは高いよ。ほら、これで安全よ。しっかり捕まってね、ケール。二人とも落ちないように気をつけてね。うわあ、僕ら二人を乗せてロバって強いんだね。その通り。ロバは小さいけれどとっても強いのよ。僕みたい。